うも大津飛行機です。本日ご紹介するのはリコキャプリオ GX100 です。これはコメントでリクエストもいただきましたね。いつもありがとうございます。さてお気づきの通り、ちょっとこれくたびれた個体だなと思いますよね。もう7年以上になるかな、私がずっと使い続けてきた、今も本当に現役で使用しているカメラです。じゃあなんで今もこれ使ってるのっていう理由なんですが、シャッターを切る速さ、はい、もうね今電源つけてシャッター切ったんですよ。もうポッケから出してももう撮れました。今もう一回いきますよ。はい、撮れました。もうこれぐらいねとにかく速いんです。でこの流れでせっかくですから、いつもの僕の使用方法、トゥーフィンガーグリップっていうのかな、こう2本の指でねグリップをつかみ、親指で電源ボタンとレリーズボタンを押す。でこれがなぜいいのかというと、このウエストレベルね、このウエストレベルで撮影するときに水平をね出しやすいんです。わかります？もう上下左右自由にこう水平を保ったまま動かすことができる。でもしこれが普通の持ち方だったらね、なかなか水平も取れないし、かがまないといけませんよね。ですからその時々に合わせて持ち方も変えています。ね、自由に動くでしょ。ポケットに入れるのもあっという間です。電源切れるのも早い。あとこの GX100 はレンズシールドがねありませんから、このように化粧リングを外して、みんなねこういう自動開閉キャップっていうのかな、つけて使う方が多いんじゃないでしょうか。まあ僕はね使ってないんですよ。普通にこうねちょっと汚れたらはーって息かけて、服でグリグリ拭いて、そんな感じで使ってます。さてこのねホットシューのところに接点があり、 VF1 というねビューファインダーをつけることができます。この通りチルトもするんですよ。結構使いやすいなとは思うんですが、これもねやっぱりちょっと撮影スタイル、使用スタイルが違うので普段僕は使っていません。一応覗いてみましょう。はい、 20.1 万ドットあります。この間ねアップした動画、ルミックスの LF1 と同じ解像度なんですが、正直ねこっちの方がずっと綺麗です。ちなみにこの時シャッタースピードを落として動画を撮ってるので、ちょっと残像めいてますけれど、実際はそんなことないです。はい、寿司ざん、何をやってんだかね。はい、次いきます。そう、この GX100 というかリコーさんがねマクロに本当に強いんですよね。レンズを触っちゃいそうなところでもピント合って写真が撮れます。作例の初さんもねこうやって日中シンクロで撮影しました。そう考えるとこれぐらいのセンサーサイズって本当にいろんな表現ができますよね。あ、そうそう、あとこれね注意点なんだけれども、ローで撮影をするとあまりにも記録時間が長いです。3秒4秒、 SD カードに依存するわけではなく、もうこういう仕様なんです。でさらに気をつけたいのが SD カード、 4GB の方が書き込み終わるの早いです。はい、こんなに差があるんですよ、お気をつけください。ということでいかがでしたでしょうか。一応一言だけ付け加えるなら、かなりノイジーな画質です。でもコアなファンが多いのはなぜなんでしょうね。カメラ界の万能ナイフ、リコーキャプリオ GX100 2008年製です。チャンネル登録、高評価、そしてコメントもどしどしお待ちしております。それではまた次の動画で。